朝日奈知仙朝日奈知仙昭和14年5月22日は日本の新聞記者、正論家。郷は六道、他に神々、か水物もの草を、フソメロ主人などがある。水戸藩士、朝日奈康成の次男として水戸に生まれる。一族が女性党派であったため、明治元年に絶景となり、祇園寺に預けられた。知仙はこの時、 義温寺の金牛王将に名付けられた。後、明治22年憲法公府の御社により家の再興が許され、地線はおじ、安文の家を継いだ。明治12年に茨城市藩学校を卒業し、母校である水戸城市小学校訓導となる。明治14年、21歳で上京し、郵便放置新聞で筆を取る傍ら、慶応二塾。 大和学館などを転々とし、明治15年に東京大学予備門、続いて帝国大学法科大学政治学科に学んだ。学業と並行して放置者に入社し、神々、かすいもの草魚、六道のペンネームで郵便放置新聞で執筆し、国民の友などにも寄稿し、明治21年に東京新報が創刊されると初代主筆となり、 大学を中退した。大隈重信の部の条約改正に反対し、3度発行停止となった。明治24年、東京日日新聞が、伊藤美代寺の手に移った時から、同志の社説を執筆し、翌年、東京新報を廃刊して、東京日日新聞の主筆になる。明治27年の条約改正問題、翌年の両党幹部問題をめぐり、 政府を擁護する論調に立って、日本の陸活難と激しく論争し、その後二度の発行停止を命じられた。明治29年米国、欧州を視察に出発。この頃から新聞経営の実務を離れる。明治34年再びが言う。明治37年に東京日日新聞社長が加藤孝明に移ると、健康を害したためもあって退社した。その後、 海軍省及び陸軍省の職卓となり、陸軍省遠隔誌の編集に当たった。大正十二年軍関係の仕事も辞め、万長法の編集顧問となった。昭和十四年、七十八歳で死去。墓所は酒門共有墓地。朝名はジャーナリストとして、徳富祖宝や陸活難と並び称される。彼の政治上の意見は、最初からカール・ラートゲンに学んだ。 国法学を立論の基礎とし、政党と議会を侮蔑し、官僚主導の国家主義を理想とする。利罰と貴族を同化した者が唯一の支配階層である。その法律万能の立場から朝鮮内閣用語の論人を張ったことにより、雇用記者の第一人者と目されるようになる。同時代のジャーナリストである、戸谷部俊平により、六道は霊魂にある印刷機と評され、さらに、 弁難と、長場に長寿、政治よりも、論理、論理よりも討論を得意とするので、円満の正論家とは言えないと指摘されていた。ABC 長谷川晋、佐賀ら創造とその同志講談社学術文庫、2015年2月10日、59.75ページ、戸谷部太郎、明治人物評論、西北文館、1898年、9から 15P。ありがとうございます。